皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画では仮想通貨最新ニュースということで、エバードームとメタヒーロー元素騎士オンラインマーケットメイキングプロについて解説します。最近目まぐるしくですね、新しく情報が入るんでてんやわんやなんですが、楽しみながら学んでいきましょう。それではまずはじめにエバードームとメタヒーローについて見ていきます。大きく2つの観点で、現在の価格と、久しぶりにロバートグリーンさんから動画投稿があったので、その動画を踏まえた最新ニュースをお伝えします。それではまず価格についてエバードームから見ていきます。現在のエバードームの価格は OKX で約 0.049 ドル前後の価格を推移しています。 OKX では本日オールタイムハイということで 0.054 ドル付近まで上昇しました。したがって上場価格の 0.001 ドルから約 0.05 ドルまで50倍弱の上昇を見せています。またパンケーキにも公式に上場しました。価格としては 0.049 ドル弱なっています。どこで買うかということについては、板での取引というのをやりたい方は OKX のような中央集権取引所でのやり取りがベターだと思いますし、手軽にですね買いたいよという方はパンケーキで購入することも可能かと思います。続いてメタヒーローについて見ていきます。メタヒーローの価格は去年の12月にピーク頃に 0.24 ドル付近だったんですが、現在は 0.74 ドル付近を推移しています。こちらパンケーキの価格で、こちらがキックコインの価格で、大体ですね同じくらいの価格を推移しています。続いて2つ目に、メタヒーロー、そしてエバードームの CEO であるロバート・グリーンさんが久しぶりに YouTube で動画投稿をされました。こちらの動画ですね、14分ということで、なかなかボリューミーな内容でした。なので今回は5つのトピックに絞って最新ニュースも合わせて紹介します。1つ目が、来週の2月の19日にビッグニュースがあるから楽しみにしててねという話で、2つ目がオークンをホードルしてくれたらインセンティブを上げるよという話で、3つ目がいよいよ来週からエバードームの6桁のステーキングが始まるという話で、4つ目がそのステーキングをしたら限定の NFT が当たるという話で、5つ目が現在のプロジェクトの進捗についてです。まず1つ目について、来週の2月の19日のビッグニュースなので、詳しいことはまだ言えないのですが、ロブさんですね、言いたいことをうずうずしているということなので、それをですね皆さん楽しみにしてくださいというお話でした。2つ目がメタヒーロー、エバードームそれぞれですね、トークンを持ち続ける、すなわちホードルすることによってインセンティブを与えるという話が出ていました。メタヒーローについてはインセンティブを作るという発表が出ました。したがってですね、この話を聞いてマーケットも反応して、メタヒーローの価格が 0.05 ドル付近から 0.07 ドル付近まで上昇しました。一方、エバードームについては、この動画の後のツイッターにて追加の情報が発表されました。エバードームは来週からステーキングサービスをすることを発表しました。こちらのステーキングでは6桁の APY ステーキングということで、かなり利率の高いステーキングができる予定となっています。それが可能になっているのは、トークノミクスの中のトータルサプライ1000億トークンのうちの4分の1に当たる 24.5% がステーキング、そしてゲームの中の報酬開発に使われていて、ロブさんがこの動画でトークノミクスについて補足をされていて、メタヒーローでの経験も踏まえて、他のプロジェクトも比べた上で、ステーキング報酬を高めるという方針を取ったそうです。さらにトークノミクスについて補足ですが、チームと会社が所持するエバードームトークンはロックさせることによって、その市場への供給量を減らすことによって、相対的に価格を高めるというような方針も取り決めています。加えて4つ目に、このステーキングに関連した情報として、エバードームの限定のNFT のホワイトリストがあることが昨日ロバート・グリーンさんのツイートで明らかになりました。内容としては1万点限定の特典のある NFT をステーキングを行った方だけが手に入るチャンスがあるということで、エバードームのステーキング量を増やせば増やすほどこの限定の NFT を得られる確率が高まるそうです。またこちらについては最新情報とあればまた補足説明させていただきます。そして5つ目に、現在のプロジェクトの進捗について語ってくれました。総論としては順調に進んでいるよということで、エバードームのプロジェクトで進めているよりリアルな現実の拡張したリアルなメタバースについて、世界的に名声のあるブランド関係者も興味を持ってくれているというような
お話もあったり、このエバードームのゲームについて制作を行っているポーランドでは VR も使ってですね、非常に立体的なゲームがアルファ版でできるということで、ロブさん自体は現在ドバイに住んでいるので試してはないけど、そのゲームはやばいクオリティなんで楽しみだなという話をされています。今回5つの観点で説明をさせていただきましたが、また内容について詳しく知りたいよという方は、ぜひこちらの YouTube の動画をご覧いただければと思います。もちろんこちら英語で書いてあるので、日本語で字幕で知りたい方はですね、こちらの鍵マークから字幕で英語字幕自動翻訳の日本語にしてご覧いただければと思います。また Twitter 上で鶴尾さんがですね、今回もですね、非常に素晴らしいですね、意訳の説明もしてくださっているので、概要を知りたい方はですね、こちらも活用していただけると内容理解がしやすいかと思います。続いて元素騎士オンラインについて見ていきます。現在の元素騎士オンラインのトークン、メタバーストークン、通称 MV トークンは、価格が現在は調整が行われて1の前後の価格を推移しています。最新ニュースとしては3つあります。1つ目が2月14日に NFT オークションが終了しました。先週から行われていたおしゃれ装備の NFT についてのオークションでした。詳細の情報は以前の動画で説明しているので、そちらをご覧いただけると幸いです。2つ目に公式サイトでのステーキングが行われていて、MV トークンを預けることによって、もう一つのトークン、ロンドトークンを得ることができます。MV トークンは、元素騎士オンラインのプロジェクト自体に関わるトークンとなっていて、ロンドトークンの方は、ゲームの中で使用することができる通貨になっています。こちらの違いについても、以前の動画で説明しているので、関心ある方はそちらをご覧ください。今回、新しいファンダとして追加したいのが、新しい NFT の、ザ・寿司ナイトクラブカードについてです。これは先日の2月の10日に、発表があったのですが、SNS、Discord の中の元素騎士オンラインのコミュニティ限定でもらえる100個の限定の NFT になっています。種類はゴールドとシルバーの2つの NFT があって、ゴールドの方は先着の100名ということで、代表のマックスさんも含まれているので残り99、そしてシルバーの方は200トークンとされています。これらの NFT を入手するためには、 Discord コミュニティの中での積極的な貢献というのが鍵となります。 Discord のコミュニティシステムでは、投稿の頻度を増やすことによってこのランクというのを上げることができます。したがってですね、コミュニティの中で積極的な発言を行うことによってこのレベルを上げられるので、関心がある方はですね、ぜひこの Discord コミュニティの中での積極的にですね、交流していただければと思います。また最新情報とあれば皆さんにシェアさせていただきます。最後に3つ目にマーケットベイキングプロについて見ていきます。現在の MM プロトークンの価格は約 0.12 ドル付近になっています。今回紹介するファンダは1つで、ついにマーケットメイキングプロのローンチパッドでビットペイの IPO が始まりました。マーケットメイキングプロは独自のローンチパッドを持っていて、この中でトークンのプリセールでの購入であったり、また IPO で株式の事前の購入ができるようになっています。これまでにもクラーケンの IPO を終了させ、ついに2つ目の巨大なプロジェクトであるビットペイについて IPO が行われています。種類としてはアンリミテッドセールとリミットセールの2つがあって、リミットセールの方はこの MM プロトークンを1万トークンだけデポジットすることが可能で、アンリミテッドの方は持っている分だけ入れることができます。その入れた分に応じてですね、ビットペイの株を購入することができるようになっています。公式ツイッターにもあるより1シェアあたり 8.5 ドル、将来的にあるアナリストの分析によると10から50倍になる可能性があるというような推測もされています。注意点としては、こちらの IPO は長期的な視線で臨む投資に値します。約2から3年のタームで資産を得るというような仕組みになっているので、参加される方はそれを理解した上で参加することを推奨いたします。ちなみにビットペイというのはどういったプロジェクトなのかというと、仮想通貨決済を行うプロジェクトになっています。チームメンバーもこういった形でですね、結構しっかりしたマネジメントしていますよということで、例えばコインテレグラフジャパンのニュースでは、ビットペイが Apple ウォレットにビットペイカードを追加して、それで決済可能にするような記事も紹介されています。最新のプレスリリースを見てみると、例えばニューヨークの街の中で VR のイベント会場でこの仮想通貨での決済が認められたというような話もありました。プレスリリースを見るとですね、着実に実績を積んでいる会社なのかと思います。個人的にはマーケットメイキングプロはですね、着実にですね、ちょっと面白いことをコツコツとでいるプロジェクトかなと思いますので、今後に期待していきたいと思っております。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。